ルナちゃん最近よう食べてたもんな。お母様の手料理美味しいから。許せない。私様だけ産んだって、そんなお金ないだって許せないわ。さあこれでもう安心なきゃ。サンちゃん、長澄のことは諦め、なんてことしてくれたんじゃ。落ち着かせ、サンちゃんにはこの子。ちょっとそれ貸しなさいよ。